先日ついに配信が開始された本編6章冥府の番人。予測不能な展開、衝撃的な情報が多くて胃痛が収まらない方も多いのではないでしょうか。僕もその一人です。バンニャ、どうもトロです。さて今回は6章前編の情報整理まとめ動画になります。特に今後の展開に深く関わりそうなものや個人的に気になったことを中心にまとめてきました。皆様のお役に立てれば幸いです。それでは早速見ていきましょう。監督生が時折見る今後の展開を予感させるようなディズニー映画の夢。従来はオンボロ寮の鏡、ディズニー映画の映像という流れでしたが、5章から一変して鏡の演出が入る前に、夢を見る前に先行してなぜか夢の内容に触れるようになりました。この変化は鏡の向こうにいるミッキーとの魂のつながりが深くなっている証なのかもしれません。グレートセブンに浸水しているグローリーにヒーローサイドのミッキーとミッキーのいる異空間の存在が知られてしまいました。ミッキーを知らないような口ぶりでしたが、果たして本当に知らないのでしょうか。オンボロ寮の鏡が破壊されないことを祈っています。まあその前にステュークスに寮自体ボロボロにされましたが、せっかく来年の冬はシャワーからお湯が出るかと思って嬉しかったのに。黒い石の正体がブロッドの結晶であることがほぼ確定しました。術者の体に蓄積しきれず、ブロッドが溢れると術者はオーバーブロッドし、その時同時に強い負の感情を具現化したかのような巨大な化身を形作ります。その化身内で凝縮されたブロッドが結晶化したものが黒い石かもしれないとクローリーは憶測を立てます。化身と術者の魔法的連結という言葉も登場しましたが、寮の精神にふさわしい人物、つまりはグレートセブンに近い人をオーバーブロッドさせることで疑似的なグレートセブンを生み出し、グレートセブンに近いよどんだ魔力を含む化身の中で黒い石を生成し、それをグリムに集約させる、化身ではなくてグリムの体内でブロッドを再度結晶化させるというのが黒幕の目的なのかなと改めて思いました。本物のグレートセブンを復活させるためでしょうか、はたまたツイステの世界にグレートセブンを呼び出すためでしょうか。クロウリーは黒い石がブロッドの結晶かもしれないと憶測を立てていましたが、以前より危険な代物であると認知していたとなると、2章でレオナのオバブロを止めた際、黒い石を必死になって探さなかったことが引っかかります。これまであまり言及されてきませんでしたが、モンスターの扱いは我々と同じ認識で、ツイステの世界においても危険な存在であることが明確になりました。入学式でグリムを見た生徒たちが全然動じていなかったのは、まあ、グリムの愛嬌ある外見や、まあ、人の言葉を話せる意思の疎通ができるからかもしれませんね。ナイトレイブンカレッジには隠し扉や地下通路があることが判明しました。隠し扉の先には秘密の部屋があるのでしょうか。地下通路はディズニー作品であれば珍しいものではありませんが、白雪姫や眠れる森の美女を彷彿とさせます。何かの実験をしていたりするのでしょうか。まだまだナイトレイブンカレッジは謎がいっぱいですよね。また学園全体には侵入者を防ぐ魔法結界が張られているようです。映画ディセンダントではヴィランズたちが暮らすロスト島全体が魔法のバリアで覆われていますよね。その魔法結界や強者のセキュリティを突破できるチェーニャは本当に謎なんですよね。今回暴走したグリムとの戦闘がありましたが、その鳴き声はチュートリアルの巨大なキメラ、グリムカッコ仮と全く一緒だったので、残念ながらグリムがキメラ化する運命は変えられないのかもしれません。今の様子だと黒い石をあと1個食べるとキメラ化しそうな勢いなので、もしかしたら複数個同時に食べるという展開になるかもしれません。いつもどこか怪しいクローリーですが、今回もいくつか怪しい点はありました。まず暴走したグリムを捕獲した際に監督生にかかってきた電話、この時早々に確保できて助かりましたと言ってるんですよね。捕獲ではなくて確保。確保は一般的に物品を手に入れた際に使う言葉で、利益を守るといった意味もありますが、グリム体内で融合を始めていると思われる黒い石のことを指していたのではないでしょうか。他にはそろそろ彼らが動き出す頃か
もしれませんねというセリフ、まあ、全然似てね。裏がなければ彼らイコールステュークスのことだと思いますが、彼らが学校に来た理由、オバブロした生徒をあらかじめ知っていた理由、ビル様がカウンセラーからケアを受けていて異常なしと判断されるというそこそこな日数があったのにもかかわらず対策をしていなかったこと、オンボロ領襲撃時点でグリムがステュークスの手にすでに渡っていたことから、ステュークスとグローリーは何かしらのつながりがあると疑ってもいいと思います。ネージは幼い頃からドワーフたちと一緒に暮らしていたことが判明し、5章テレビ CM はこの伏線だったことが分かり鳥肌ものでした。ビル様曰く彼らだけで肩を寄せ合いと言っていたことから、おそらくネージュや小人たちは孤児であることが伺えます。プロローグやバルガスキャンプでドワーフ鉱山にて戦ったブロットの化身は小人の姿をしていたので、もしかしたらそれらは彼らの親であるという最悪なパターンも見えてきました。エーストラップラーのトラッポラとは裏切りという意味も含んでいて、これまでファンの間では不安の声も上がっていましたが、今回の話を読んでエースがもし裏切る時が来てもそれはナイトレイブンカレッジを裏切り監督生の味方として一生ついてきてくれるという可能性も見えてきました。エースは他人の意見に流されず自分の目で見て自身が正しいと思ったことを信じるタイプだと感じられます。その考えはある意味一番ヴィランに近いとも言えますが、僕は最後の瞬間まで彼を信じてみようと思います。非政府組織ステュークスやカローン、ジュピター財閥についてゲーム内で判明した事実をパパッとまとめましたが、全部読み上げると疲れるので飛ばします。スクリーンショットなどをしてご利用いただければなと思います。非政府組織ステュークスの特別魔導警備班カローンについて少し気になったことがあります。カローンはロボなのか、アイアンマンのように人間がパワードスーツを装着しているのか、皆様どちらだと思いますか。オルトが生体反応と表現しているので生きている生命であることは確定でいいと思いますが、ラギーの嗅いだことねえ嫌な匂い、マレウスの異質な気配という発言や、カローンの頭の形の違和感、レオナ曰く嘆きの島へ連行されて戻ってきた魔法師はいないという情報から、カローンとは魔法師にブロッドなどの人体実験を施した存在という線も僕は疑っています。ステュークスに被験体としてさらわれた生徒はグリムを除き元オバブロ経験者であることが作中で語られましたが、おそらく映画ヘラクレスのオマージュでタイタン族ポジションを担うのではないかと考えています。オバブロ経験者とタイタン族の数は一致し、タイタン族は地上で破壊の限りを尽くした魔人であり、オバブロに通ずる点があること、また被験体としてさらわれているためおそらく幽閉されるとは思うんですけど、タイタン族もゼウスによって封印されています。ヘラクレスではゼウスを倒しオリンポスを支配するためにハデスがタイタン族の封印を解いていたので、6章の今後の展開でイデアがリドルたちを助け出すという流れになる可能性は高いと思います。オリンボスはあっちというシーンもオマージュされそうなので一人で興奮しています。ただ仮にタイタン族ポジションを担うとなると、リトルたちは人為的に再びオーバーブロッドをさせられるという可能性も出てくるので、しばらくは胃が痛い日々が続きそうですよね。イデアとレオナのセリフから、特別魔導警備班カローンが普段相手にするのは理性がある人間ではないファントムという存在で、オーバーブロッドして引き返せなくなったものであると読み取れます。おそらくドワーフ鉱山で戦った小人の化身のように術者不在でありオバブロの化身のみとなった存在をファントムと呼ぶのでしょう。カローンはさまよえる魂を嘆きの島に運ぶという情報、命を失うことも最悪ですがさらに最悪なのはと一章でクローリーが口にしたセリフ、ドワーフ鉱山で戦った小人の化身は術者不在の状況だったというところから判断して、ファントムとはブロッドの化身と術者の魂が融合した存在なのではないかと考えます。追世の世界では死んだ者の魂はゴーストとして存在することができますが、同じく幽霊の意味を持つファントムとはゴーストにもなることができず救うことのできなかった魂、生命の死ではなく魂の死を迎えたものなのではないでしょうか。そうなるとすでに亡くなっている可能性があり、その魂の行方がわからないオルト君は過去にファントムになってしまったというパターンも考えられます。オルト君に関しても過去にたくさん考察していますので、気になる方はそちらをチェックしてみてください。
またファントムとブロッドという単語からディズニーアニメーションにはあまり露出していないファントムブロッドというディズニーキャラクターが脳裏をよぎった方もいらっしゃるのではないでしょうか。ファントムブロッドに関しても過去に解説考察していますので、気になる方はそちらをチェックしてみてください。イデアの正体はステュークスの所長代理であり、両親も構成員であることが判明しました。見た目完全に悪の組織のボスだよね。そのシュラウト家はアジーム家に引けを取らないほどの大富豪であり、オルトは従者という立場でナイトレーブンカレッジの入学を許可されたことも明らかになりました。5章ラスト、オリンポス社からインターン勧誘メールが届いた時に、すごいや兄さん、あのオリンポス社からも来てるとオルトは嬉しそうに喜んでいましたが、シュラウド家の本家ジュピター財閥の傘下にオリンポス社があることを知らなかったのでしょうか。ステュークスのせいで弟を失い、今のオルトにはその情報をインプットしなかったという可能性も見えてきました。あ、待って、オルトがヘラクレスの役割を担うのなら、誘拐されて自分がゼウスの息子と知らなかったハークをなぞるってことですかね。まあ、映画ヘラクレスでは自分のいるべき場所というのがテーマの一つにありますが、その真相を知ったオルトの葛藤が今後の軸になるとかですかね。いや、完全に妄想ですけど、もうすでに色半分がなくなりましたわ。ステュークスのカローンがマレウスのところへ来なかったのは当然と言っていましたが、ブロッドの研究をしていることを知っていて、マレウスがオーバーブロッドしていないためそのような発言をしたのか、はたまたそれ以外の理由があるのか気になるところです。イリアと角太郎のモチーフであるハデスとマレフィセントはテレビシリーズでは恋人だったようですし、ヴィランズに子供たちがいたらというイフストーリーを描いた映画ディセンダントではとある関係でした。ディズニーゲームの大先輩で僕の大好きなキングダムハーツでも2人の出番は多く、重要な役割を与えられていました。そのことから考えても、イデアと角太郎、嘆きの島と茨の谷は何か深い関係、もしくは因縁があるのかもしれません。レオナ曰く、夕焼けの草原の王宮で過去に何度かステュークスを見かけたことがあるようで、オーバーブロッドして引き返せなくなるといった緊急事態が起きたからだったと憶測を立てています。夕焼けの草原も闇が深そうだなと思います。今回の話で本編3章にてレオナが黒い石に興味を示していたのは、王宮で現物を見たことがあるため、もしくは歴史書で知った可能性が高くなりました。まあ、少し関係ないんですけど、本編6章でレオナさんがこのような立ち回り、重要な情報をポンポン出す役回りなのは、映画ヘラクレスにワンカットだけレオナのモチーフキャラであるスカー様が登場していたことが理由なのかもしれません。その他気になったことを箇条書きレベルですがまとめておきました。気になる方は動画を一時停止してご覧いただければなと思います。はい、大体こんな感じです。残る中編と後編は10月以降とのことですが、それまでに何かしらの考察動画を用意できたらと思います。はい、この動画が参考になったツイステ大好きという方は高評価やチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。